どうもこんにちは、メルカリ部へようこそ。いかにテックタレントを採用していくか、最も重要なテコンプロジェクトでは。Hello everyone, how are you? It's time for Met, Mercari Engineering Today. I'm your host Mike. And I'm Jesse. Mike, if you could visit any country in the world, where would it be?Well, I don't know, because I want to visit this country and that country. Yeah, it's just such a hard question. Just hurry up. It's an easy question. Just answer. Okay, fine. Antarctica. Antarctica is in a country, Mike. Anyway, let's take a look at our top news story. Today, our reporter, Tomi Dokoro, will be interviewing Mercari's new office, which is located in India. Wait a minute. I was supposed to answer that question with India.Why didn't you tell me before? Let's take a look at the following clip. メット特派員の富所です。さあ、スタジオのマイク、ジェシー、今私がどこにいるか分かりますか？実は私今、インドに来てます。やりました。ということで今回のメットは、これからできるインド支社を徹底調査していきたいと思います。その前に鼻ごしらえ。これだよ、これ。素味した。メルカリのインド支社があるのは、インドの南部に位置するカルナータカ州の州都ベンガルール。南インドの経済、政治の中心地であり、世界的な IT 企業が集まるインドのシリコンバレーとも呼ばれている大都市です。日本から14時間かけてベンガルールに到着した私は、早速インドオフィスへと向かいました。それにしても、道路に牛がいるとか日本では見ない光景ですね。そしてこちらがメルカリのインドオフィスです。早速ですが入ってみましょう。どうもこんにちは、メルカリインドへようこそ。どうぞお入りください。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。メット特派員の富所です。はじめまして、エンジニアリングオフィスのシワクと申します。案内をしてくれるのはシワク康弘さん。インドオフィスでは立ち上げのサポートを行っています。中見せていただいてもよろしいですか？はい、では実際にオフィスの中をご案内させていただきます。こちらへどうぞ。はい、お願いします。つい先日なんですけど、こちらの壁紙が設置されまして、こちらは東京のクリエイティブチームが作ったものになります。インドをイメージして、グリーンだったりとかオレンジを基調としたカラーリングで作成したものになります。完成したばかりのこちらの壁、東京のオフィスを感じさせますね。はい、じゃあこちらに行きましょう。はい、こちらが執務スペースになります。エンジニアの皆さんはじめ、インドのチームの皆さんがこちらで業務に当たっています。こちらがミーティングスペースになります。今ちょうど、オンラインで皆さんがミーティングをしていると思います。他には仕事の合間にゆっくりできる休憩スペースや、その隣にはインド支社の統括が座る予定の執務室があります。ちなみに今はどなたがこちらに座ってるんですか？今CTO の若狭がこちらで作業をしていたりするんですけれども、なんと CTO の若狭健さんもインドに。この機を逃すまいと私インタビューをしてきました。どうもよろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。まずはじめに、インド支社を含め海外に拠点を作ろうとしたきっかけっていうのは何なんですか？非常にその海外のテックタレントの強さ、優秀で成果もどんどん出してくれるっていう、いい成果を出してくれるっていうのが実感としても分かってきたっていうのが一番大きくて、今後もその海外のテックタレントを採用していくっていう方向性は、変わらないというのもありますし、日本に来ていただける方の採用っていうところに、それだけではそのメルカリのミッションを達成するためにやっていかなきゃいけないこと、やりたいことっていうのはたくさんあるんですけど、それに追いつかないと。日本に来てもらえる人だけじゃなくて、自分たちから出ていく
それでこう採用していくっていうのも必要だなっていうのが、最も大きな、そうですね、理由ですし、背景としてはあります。なるほど。ではインドでの支社設立について、今の時点でどれぐらい進んでるんでしょうか。今見えてるゴールってですかね、そのゴールから比べると、まあ 30% ぐらいかな。まあ、まずはやはりこう本当に採用なんですよね。採用がもう最も重要なんで、このプロジェクトでは。で、そのいかにテックタレントを採用していくか、でその採用して、あとはそのリテインですよね。できるだけ長く働いてもらうためには何をするかっていうところに全ては集約されるんですけど、こういうプロダクトを持っていて、でこんなテクノロジーを使っていて、でこんなチャレンジがあるよっていう話を、でこういうふうに成長できるよっていう、そういうそのエンプロイーバリュープロポジションって呼んでるんですよ、 EVP っていう。それをこうしっかり定義して、なぜ今メルカリインドで働くべきなのかっていうところを、ストーリーを作って、それをしっかり伝えていくっていうのが、やっていることですし、一番大きな課題になると思います。課題のテックタレントの採用はどのように進めているのか、オフィスの立ち上げメンバーであるモハンさんにお話を伺いました。うちのゴールとして、来年の6月まで40人、50人 の、 プロダクト開発組織をちゃんと作るのがゴールなので、今まで10人まで来てまして、今年末までちょっと20人まで来たくて、なのでそのためにいろんな新しいイニシエティブとかチャレンジを今考えていて、その採用についての新しいチャレンジを2日後に開催するそうで、なんと今回密着させてもらえることになりました。そして2日後朝8時、そこには東京のオフィスからやってきた面接官たちの姿が。今回メルカリが新しく取り入れたのはハイアリングドライブという採用方法なんですが、すいません、モハンさん、はい、今よろしいでしょうか。はい、このハイアリングドライブっていうのはどんな採用方法なのか教えてもらえますか。今日はまあ大体30以上の方がもう1時2時3時面接を全て1日でやるために来てるので、10人が同時に1時面接やって、その面接終わった後でその後の30分の中でその10人の結果、合格か合格じゃないかを見て、でこういうオペレーションの流れで1時面接2時面接3時面接を1日で終わらしてるという感じですね。今日1日で、すごい。もう9時半から始めるなので、もうそこからすげえ大変です。頑張ってください。午前9時30分、いよいよハイアリングドライブがスタート。この日は31名のエンジニアの方がオンラインと実際に足を運んでの対面で面接を受けました。私、邪魔にならないように取材していたんですが、面接の部屋の割り振りや調整などで皆さん忙しい印象でした。面接を行っている方たちは面接の合間が30分しかないからランチもゆっくりと取っていられないようで、これもまた大変そうでしたね。そして夕方6時を過ぎたところで大きなトラブルも起こることなくハイアリングドライブが終了。この採用イベントの準備を行ってきたジャティンさん、
今日はどうでしたか？ So that's a great achievement for us and it's a very successful event overall. We did all these preparations within 3 weeks and in the last 3 days we have planned very minutest details like what we are going to do like today.So it was very challenging to be very honest, very tiring. I'm feeling very sleepy, but I think it paid off very well. Thank you. 面接を担当された方はこのイベントをどう感じたのでしょうか。 So overall, the idea was to accelerate the hiring, but also that improved even the quality of the hiring we are doing. And it's actually been the first time in a while after pandemics that we are doing on-site interviews.Even for the candidates, and that was also a pleasant experience. 同じく面接を担当されたアミットさん、手応えはあったんですか？ Oh yes, so I'm glad to be part of this panelist and even glad that the one whom I selected is now in the final round. So that's really nice and a good feeling. Enjoy your time. See you at the party. Success party. そしてモハーさん。はい。みんな手応えがあったようで今後が楽しみですね。そうですね。まあでも午後から多分、まあ、それぞれの合格された人にはフォロー渡しますけど、その人たちの入社を期待しているかなと思ってます。そういう人たちは入社してくれると、まあ、メルクリもメルクリインドはこれから成長していくんじゃないかと考えております。よっしゃハイヤリングドライブも大成功ということで、終わった後は打ち上げです。皆さん今日は本当にお疲れ様でした。ワン、ツー、スリー、メルカリスタジオのマイク、ジェシー、いかがだったですか？ねえ、メルカリのインド支社、これからね、楽しみですね。どんな感じになるんでしょうかね。はい、メイジョです。 ありがとうございます。水ですね。はい、やべ今インドに来てるって言ってましたけど実はドッキリさガッツリガッツリ日本だから以上現場の富所がお伝えしました。 What a lovely office, even if it isn't complete yet. You know, I should go to India to interview that office. Yeah, I'm very excited for the potential that this new office holds. Well, today's news was fresh and full of surprises, wasn't it? Certainly was. By the way, I've always felt that my cheeks felt like something. You want to know what it is? Your cheeks? Mm-hmm. Hey, you want to touch it? You want to touch it? Why don't you touch it and try to figure it out? Touch it? I give up. What is it? You want to know what the correct answer is? No, but I have a feeling I'm going to find out.The answer is naan. Naan, like the bread you dip in curry. Yeah, naan bread. Doesn't it feel the same? Barely. You guys, we should totally eat Indian curry tonight. Butter chicken. Keema egg. What kind of ending is that? We'll see you next time.